Hi everyone, this is Toki. 今回はカナダで起きた UFO、UFO 事件です。時は1950年夏、深夜2時でした。カナダにお住まいだった LB さん、男性です。近所の家で夜遅くまでトランプをして遊んでいました。その後一人家に帰る途中だったんです。月が綺麗に出ている静かな夜だったそうです。田舎道、一人車を走らせていると、近くの農場に奇妙な光がありました。そして、ブイーンっていう音がかすかに聞こえてきたっていうんですね。その農場を LB さんはよく知ってるんですね。彼の友人の男性が農場を経営してたんです。こんな夜中に何か作業でもしてるのかなって思ったので、そこに、ゆっくりと近づけて車を止めてみました。少し考えてどうしようかなって思ったそうなんですが、それでも気になるので思い切って LB さんは車を降りてそーっとそこに近づいてみたんです。するとなんとそこには丸い物体がありました。 UFO でした。そしてその UFO から淡い光が外に漏れ出ていたっていうんです。そして UFO の中からなんか細い人間のような、身長1メートルぐらいって言ってるんで、子供みたいなものが出てきてるんですね。そしてその宇宙人のようなものはかすかに光るユニフォームを着ていました。そして顔はマスクのようなものをかぶっていました。で、マスクには穴が2つ開いていて、そこから黒い目が見えたそうです。そしてその宇宙人みたいなものは何か言葉を話したんですが、何を言ってるのか全くわからなかったそうです。 LB さん曰くなんとなくドイツ語っぽかったみたいなことをおっしゃってるそうですが、 LB さん自身はドイツ語を全くわからないため、それがドイツ語なのか何なのかはわからなかったそうです。この時 UFO の方が少し揺れたそうです。と思ってみたら、なんともう一体さらに少し小さい宇宙人が UFO から出てきました。その宇宙人も小さなユニフォームを着ていました。そして腰のベルトに懐中電灯のようなものをぶら下げてたっていうんですね。そしてなんとその懐中電灯のようなものを LB さんに向けて、えって LB さんが思った瞬間、ビームが発射されて、そのビームに撃たれてしまったんです。そして LB さんは体が麻痺して動けなくなってしまいました。体は動けないんですけれども、周りの音は聞こえるし、何が起きているのか目で見ることもできました。2体の宇宙人はお互いにわからない言葉で話し合って、そっと LB さんに近づいて指であちらこちら触って何かを確かめているようでした。まるでお医者さんの触診を受けているような感覚があったそうです。その後宇宙人2体は声高に何かを話し合って、そのままスルッと UFO に乗り込んだっていうんですが、ドアも窓もなくてなぜか消えていったっていうんですね。 UFO に吸い込まれるようにして宇宙人は UFO に乗り込んだそうです。そしてその UFO が飛び立つ時、あまりの圧力と光で LB さんは気を失ったっておっしゃってるんですね。倒れてしまったそうです。しばらくして気がついた時、もう宇宙人も UFO も消え去っていました。彼はフラフラになりながら車に戻ってどうにか家に帰ることができたんですね。ところがびっくりするんですけど、家に帰った時まだ深夜2時15分だったそうです。つまり彼が UFO に遭遇した時、車から降りる時に深夜2時だったそうです。時計を見て降りてるんですね。そこからあの変な体験をして家に帰るまで15分しかかかってないんですね。 LB さん曰くどうにか運転していたので、車も速度出せずにヨロ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 しながら家に帰ってるから、絶対15分で帰れるような状態じゃなかったって言ってるんですね。ですからこれミッシングタイムかなって当時ちょっと思ったんですね。つまり宇宙人や UFO に会って彼の時間が奪われて、実は1時間とかそのぐらい経ってたんですが、とりあえず宇宙人が
時間をこうパッと元に戻して彼を戻させたのかなと思ったりしたんですけれども、じゃあ何のためにと思うんですね。あるいはですね、もう一つ可能性としては時空が歪んでしまった、つまり人間がこう営んでる時間とは全く別の時間になっていて、それで帰ってきた時に15分しか経っていないという変なことになってしまったのかなと思ったんですね。翌朝彼は起き上がることができませんでした。で、2日間寝込んでしまって病院に行き精密検査を受けたんですが、特に異常はなかったそうです。で、その病院の帰り道、彼はあの農場に向かいました。友人の方がその農場を経営しているので、それで実は2日前の夜にこんな変なことになってるんだが、お前の農場大丈夫かっていうふうに聞いてるんですね。なんだその話って言って、それで LB が自分が多分ここだと思うと、夜だったんでよくわからなかったんですけど多分ここだと思うって言ったところに行くと、なんと大きな丸い輪になっていて、そこだけ草が枯れていたそうです。たくさんの牧草とかが生えてる農場なのに、そこだけ丸く刈り取られたように地面の肌がこうあらわになっていた。つまりやっぱりそこに UFO が着陸していたんだろうと LB は強く言ってるんですね。でも農場の人はまあ特に問題はないだろうって言ってるんですね。でもこの時まだ1950年ですから何も分かってなかったと思うんですが、 UFO による放射線被害っていうのがあるので、やっぱりそこも調べた方が良かったんではないかなと思うんですね。つまり LB さんもその農場の人も警察に言うこともなく軍に報告することもしなかったそうです。でもあまりにも不思議な体験をしたので、後々 LB さんが年を取った時に実は若い時こんなことあったんだよって話したんで、まあお話は残ってるんですけど、まあ不思議な遭遇ですよね。でもビームで撃たれて異常がないっていうのは良かったんですが、ちょっと怖いなって思いました。身長1メートルぐらいの宇宙人がうろうろ、まあ、よくしてたんでしょうね、あの時代。よくわからないんですけれども、まあ、不思議な UFO 事件でした。皆様は今回のお話どう思いましたでしょうか。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。